ビジョン・ザ・富山さまざまな分野で活躍する人の素顔に迫りつつ富山への思い未来のビジョンを伺うコーナー「ビジョン・ザ・富山」今日のゲストは富山市南田町の。 キッチン花水木オーナーシェフ田中弘信さんです。田中さんよろしくお願いいたします。お願いします。南田町でしたか。はいね、今言いながら間違ったなと思います。町でも大丈夫です。<laughs> はい。えー、このキッチン花水木一日一組の貸し切性のレストランなんですけども、イベントにお料理を届けるケータリングとか出張での料理教室なども行っておられます。今一日一組って言ったんですけど、ちょっと簡単にこの キッチン花水好レストランとしてどんな特徴なのか教えてもらえますかそうですね、本当、いろんな、えー、業態業、業態っていう、いろいろやってるんですけど、まああの、そのご予約レストランっていうのは、1日1組貸し切りであの、そのお客さんのために、えー、朝、食材を調達してきて、えー、お出しするようなご予約レストランですね。その他もい、まあ、いろいろやってるんですけど えー、4軒隣にキッチン花やみずきストアっていうあの販売店がありましてそちらの方であのお惣菜の販売ですとかお菓子の販売ですとか、えー、夜ですねイベンあのフラット立ち寄れるようなあのご予約ななししでで食事できるような、えー、サービスしてますね、はい、今朝食材を調達してって言われましたけど、はい、田中さんのお料理のポイントになるのがこの食材でよくあの紹介するときにはその季節に合った 食材をまあ例えば山に取りに行ったりとか自分が吟味した食材を用意するっていうところが田中さんの作る料理の特徴だと私は思っているんですけどもそうですね、あのーはい、割と自分は山に行って、うん、山菜きのこだとか取ってくるのがまあすごい好きなんですけど、うんえー、そうですね、まあ、全部が全部じゃないですけど、あのー、行ける時は行って山に入って、えー、取っています。であのー そうです、ね、まあそれが特徴なのかなっていう、うん、まあ全部が全部じゃないですけどね、はいまあ、いわゆるジビエもね扱われて、ねはい、あのイノシシとかジビエっていうと今何,何って言えば一般の方には分かりやすいですか富山でっていうと。いの、まあ、シし熊鹿などいろいろいますけど、うんうん、でそれであの実際漁師さんのところに行って直接分けてもらったりですとか。はいうん そうですね、お魚屋さん行ったらお魚屋さんでその場でお魚締めてもらったりとかわり、はい、とその自分の目で見て、うん、あの食材を選ぶようにはしてますね、はい、例えば野菜とかだったら農家の方のとこに行って 自分で食べてみて、これはいいとかって選ばれるっていうのも聞いたことあるんですけど。はい、はい、まあ、そんなももしますし、うん、やっぱ、あのー、農家さんと、お話ししてたら、何が美味しいかとか。やっぱ、一番いいものを教えてくれますし、うん、あのー、自分で収穫もさせてくれますんで。うん、あのー、まあ、八百屋さんとかで、注文しちゃうと、もう、あの、選べないじゃないですか。うん、でも、あの、畑行ってみれば、あの、これは、これにできるな、とか。その場で、アイデアが浮かんだりとか、うん、あのー、インスピレーションにはなってるかなと思います。はい じゃあ決まった紙に書いてあるメニューというよりは調達できたもう自分で探してきた食材をもとに今のインスピレーションでこの料理にしようとかっていうそんな感じになってるんですか、ねはい、なのであの基本的にはメニューを決めずに、はいあのー、買い出ししてまして、うん、でその日の集まった食材でじゃあ今日はこんな感じでいこうかなとかうん、うん、あとは子役、まあ、レストランのいいところがどんな方が来るかとか、はいあのー、事前に分かってるんで。はあ それに合わせてお酒を飲む方でしたら、うん、まあちょっとワインに寄せたりとか<ー>あのお酒飲まれない方でしたらちょっとボリューム多めに出したりとか、うん、そういうのができるので、うん、まあそれがあのいいとこかななっていうなんかお客さんの立場からするとすごく自分のためだけの料理っていう感じで嬉しいなって今お話伺ってて思いましたね。 なんかあの普通にあの言ですか普通のお店っていうか、うん、<laughs> あの毎日営業して来るか来ないか分からないような感じのお店のスタイルは多分自分性に合わないっていうかそういうことですね。なのでそこも絶対的にあのつながってるんですけど、うんうん、そこはありますね富山はその食という意味ではどうですかあのよく美味しいいいし食材がろろあるとか言われますけど田中さんの立場からしてもそのポテンシャルというか。 富山とといいうう場所の食のの食魅力っていうのはどんなとこかなり高いと思います。で自分はの転勤族でいろんなところ住んでたんですけど結局また富山に戻ってきてあのいるっていうのがやっぱその季節季節のあの言ん,んですか、うん、そのスター選手みたいなのがいっぱいいるんですよ。自分は山菜とか好きなんですけどその時期その時期とかの、えー、最高の食材を。えー お出しすするんんででけど、うん、あの飽きないんですよね各季節季節にあのそのスター選手がいるんでそれ、うん、追ってるだけでも本当に忙しくて <laughs> でそれでまあその時期が終わったとしても、うん、じゃあ来年どうやって使おうかなとか考えてたりとか、まあ、そんな感じで、うん、あの例えば今山行ったら、うん、未山椒がすごいいっぱいなってるんですけど。 それ取りにも行きたいですし、はい、もうその食材をかけているだけでも結構忙しいみたいな、うん。もうそれだけで季節がこう巡ってきて一年が経つぐらいの。そ,うなんですね、それまあ飽きないのがまあ楽しいかなっていう感じですかね。あのレストランとともに先ほどもこうケータリングというかそのお料理をどこかにこう持っていくっていうねお仕事もやっていらっしゃいますけど、時には県外に向かれたりとか、いますね。はい、これは何故このケータリングに力を入れておられるんですか。 まああのーまあ、さっきも言ったんですけど、うん、まあ普通のスタイルのお店はちょっと向かないタイプで需要があるところに呼ばれていって、はい、こんなことをしてほしいって言われたら、うん、まあいろいろ、ねはい、あのやりやすいなっていうのがまず一つありますし、はい、あと富、あ、山、のー、で山、ねまあ、他やってる人いないんですよあの、うん、自分のスタイルみたいなのをメインにやってる人が。パーーティー会場ととかににお料理届けるるっていう業務な だいたいホテルかその間が空いてお弁当屋さんになっちゃうんですよ。そうなんですね。はい。だからそれでまあいろんな仕事がきます。はい。なんかまあアーティストの格安飯もやりますし、ウェディングもやりますし、もう本当多種多様なことをご依頼いただくことがあるんで、まあそれであの割と自分はあの合わせるのが得意なので、それもあって力入れてるのかなと思います。はい。 そうなんですよラジオ聴きの皆さん結構ね富山に来るアーティストの方の楽屋に、まあこうね、出される富山の美味しいものも作られてね持って行っておられるんですもんね。いやでもこうやって田中さんの料理をいろんな方が楽しんでいるということが今のお話聞いてるだけでも分かりましたが改めてねあのここでプロフィールをご紹介しますと先ほどもありましたように、えー、広島県で生まれられて小学生の時に 富山県朝日町に最初来られたんですけどその後もいろいろお父さんのお仕事の都合もあっていろいろ移り住まれる中高校のあとは、えー、趣味でインラインスケートのプロになられて県内のスポーツ用品店で働きながら国内外の大会に出場しておられたアスリートだったということですね。でその後20代半ばでプロスケータータを引退されて 料理の道を志されるとそしていろいろ飲食店でね働いて修行されながらえ富山市の総川通りにありますあの地場門屋総本店を、えー、作る時のいろいろね解説にも携わられたということで,で12年前に今のこの「キッチン花見木き」をオープンされて独立されるということですけどなぜそういうスポーツをやっておられた方が料理の道に入られたんでしょうかよく聞かれると思いますが。<laughs> ざっくりですけど、まあそんな感じのプロフィールで、はいえー、合ってました。今の、ね、あ、まあ大体合ってます。<laughs> で、うん、まあえっとなぜにかってことですか。うん、まあ一応あのまあ小説あるんですけど。諸説あるんですか。<laughs> 理由は理由はいろいろあるんです、ね。まあ飲食業はもうずっと好きで、まあバイトっていうバイトは全部飲食ですね。うん、で、えー、まあスケーターやってて、まあ海外行った時とかに、うん、日本人で料理できたらもう前世界中どこでもお前やっていけるよみたいな。 そういうの結構聞いてて、はい、それ確かにあるなと思って、<ー>まあ本当いろいろ行きたかったんで、うん、あのまあ次ちゃんと仕事するときは、うんえー、お,お料理をしっかり学びたいなと思って、うん、で、えー、それからつかね、それで結構スイッチ入っちゃって、うん、でまあスケーターもちょっとやらなくなってから、うんえー、どっぷり料理をやってる感じですかね、はい。あそういうことなんですね。うん、じゃあその料理を。 身につけければ世界中どこでも行ける日本中ももちろんどこでもいけるっていうのは実際料理になられて実感されますかそうですねまあ今若い方とかね、うん、お寿司の技術を身につけて海外にどんどん行ってると思うんですけどそれも本当すごい分かるなあっていう気持ちになりますし、うん、あの何ですかねまあどこでもやるまあ ケータリングもそうなんですけど、うん、いろんなことやったりとか何、えー、ですかあのー、スキル上がれば本当どこでも何でも作れるようになっちゃって、うん、あのー、だかと火がないところでもお料理作りますしあえ、あのー、呼ばれたところ、うん、あのどこでも料理しますっていうのは結構僕らの,の大文句なんですけど本当 <laughs> <laughs> どこでも出します、うん、はい,はいだからまあ何て言いますかうん。 なぜ料理人って言われたらいまだにあんま料理人だって感覚が自分なくてそうなんですね例えば地場もん屋で働いてたっていうのも結局料理やってたんですけどその当時直売所ってあんまなかったんです農産物直売15年ぐらい前なんでそれを街中に作りたいなと思って個人的に活動してたんですけど山の山菜きのことかを街中で買える場所はなかったので。 それでまあ活動してたらまあこういう地盤もん屋さんっていうのができるってなってじゃあここでそれやってみればいいんじゃないみたいな感じでえ紹介していただいてまああのそうですね自分の好きな農家さん集めてうん、うん。<laughs> 山,菜山奥の山菜がその日のうちに街中に届くような流通を作ったりとか、はい、結局はもう自分がお客さんで、はい、買いたた店を作りたかったというのが一番ですすけど <laughs> そういうことででもそれだけ田中さんがやっぱりおいしいものとかその土地ならではの食への思いが強いから自分も食べたいし他の人にもそれを知ってもらいたいっていう。 お気持ちがそれは強いですね。それがお料理最終的にはまあ料理としても提供するっていうことにねなってるのかなって思います。ちょうどあのなんていうんですか間でえっと人と人繋いだりするのがまあ料理っていうのがまあ一番しっくりきてるんでまあ料理やってるのかなっていう感じですね。はい。食べるだけじゃなくて人と人をつなぐのが料理っていう。そうですね一番それがあのなんていうんですかあのしっくりくるっていうか。 はい、そんな感じです、はいえー、一日1組の貸切性のレストランそれからイベントに届ける、ね、料理を作られたりもう料理教室をされて様々な取り組みを展開しておられます。先ほどのレストランの4軒隣にキッチン花水木ストアというのもあるっておっしゃいましたけど、はい、ここはもうじゃより気軽に。 来、はいええ、お惣菜あ、えー、と、うん、あと黒崎屋さんとかにもお惣菜の方をお貸してもらってるんですけど、はい、ちょっと街中でも買いたいっていう要望が結構いただいてて、はい、まそれでここ2年ぐらい前かな、はい、あのオープンさせたんですけどそこであのあとゲストシェフ呼んでイベントとかもやってるんですよ。先週とかは ラオス料理実際ラオスに15年住んでたシェフなんですけどその方呼んでそこでラオス料理の会をしたりだとか場所ししててまますすねそうういのもやっあとそこに住み込みながら料理をやるみたいなこともできるような料理を学ぶというか修業するみたいなそんなことも考えておられるって。修行というか大体その県外海外のシェフ呼ぶとやっぱその宿代とか。 そういういのがやっぱすごいかかったりするんで実際そのお店の2階に居住スペース作ってまして、はい、そこで住み込みながら、まあ、一緒にあの買い出し行ったりとか山行ったりしてうん、うん、その食材調達一緒にしたりとかうん、うん、そういうのをしたりしてあの滞在型の施設といいますか、うん、そういう場所です、ね、をみんなで作っていく場所ってことなんですか やっぱそういう場所って富山にないなと思ってたんで、うん、まそれもあって作りたかったので、うん、今そういういのしてますね、はい、あの田中さんにとってこの食っていうのはどういう形であればいいなっていうか、まあ、食べるお腹を満たすだけなら何,何でも私たち、ね、食べるわけなんですけど田中さんが目指している食っていうのはどういうものなんでしょうかね。でもそんな、うん なんか強いこだわりとかないんですけど、ま、た好きなもの食べればいいかなって感じなんですけどただ今どき何て言うんですかあの、まあ、物価高とかもちろんあるんですけど、うん、お金出してても買えないいいい食材ってやっっやぱぱすすごいいっぱいあるんですよちゃんと人と人とのつながりがないと分けていただけないっていうか、うん、そこにはもうお金出しても、うん、あの買えないものってすごいいっぱいあるんで、うんうん、それは大事にしてますしちゃんとそれはその。 ね、食べるべき人にしっかり伝えて、えー、食べてもらっているっていうかそこは大事にしてますね、まあうん、まあ食べたいもん食べればいいと思うんですけどもそのためにもやっぱり人とのつながりが大事になりですねは最後にまあ田中さん自身これまでいろんなねいろんな全国まあ子どもの頃も含め回られたり。 お仕事でも行かれたりするこの自分の人生を振り返る中で自分が大事にしてきたこと、まあ、生きか固く言うと生き方ですけどそれを教えていただきたいのと今後さらにどういうふうにやっていきたいなって思ってらっしゃるかをお聞かせくださいはい、まあ、ざそうですね、まあ、まあ自分のモットーといえば C て言えば言えば叶うし動けば始まるしみたいな感じで、うん、あの B 型お羊座なんですけど。<laughs> <laughs> あの今後の抱負ですかそれも結構あの大きいことってあんまり逆に考えないようにしてましてお店始めた10年前とかと今と考え方が全く違いますしうん、うん、世の中の流れも全く変わりますし、はい、日々変化していくじゃないですか。うん、なので、まあしまあ、大切にしてるっていうことでいえばその変化に対応できるような、えー、こと っていうのをすすごく大事にしてますね、うんでまあ、その中で、えー、日々ですかあの人との関わりってあの大事だと思うんですけど、はい、こちらのラジオ番組の以前、はい、あこれまで出演された方のリストを見てたんですよ。はい、そこですごいいっぱいそのお知り合いだとかお友達だとか、はい、お仕事一緒にし,した人だとか。 すごいいっぱい出てて、ええ、なんかすごく嬉しい気持ちになりましたね、はい。そういう方たちとちゃんとあのお仕事とか、はい、あのし、えー、人と人の関わりができているんだなっていうのはうあの感じまして。はい、まあそこはすごく大事にしていきたいなと思ってますね。はい、はい、じゃ、これからもまあ、自分らしくというか田中さんらしくね。はい、この他にはない形での食。 影響というかでそこに必ず人と人がつながっているというのをあの今日お話し伺ってわかりましたまた美味しいものをねぜひ私たちにたくさん教えていただければと思います、はいはい、スーパービーバーにも食べてもらえればいいですね,、はい、ねあの関係者の方ぜひともお待ちしてますんで<笑><笑>ありがとうございました、はい、よろしくお願いします今日はキッチン花水木オーナーシェフ田中博信さんでした